こちらは、その名の通り2ハンドリード、持ち手が、2箇所あるリードです。このように大きなワンちゃんの動きをこの長さで調整したり、引っ張り癖の強いこの、調整もできますし、ワンちゃんとの距離ですね、こういう長いから横につかせたいとき、このようにして、持っていただける、そういうリードになります。で、女性の私でもこういう大型犬の子を引っ張るときに、2つこう持つことですごく楽にお散歩することができます。であとは、時々やはり他の人とかワンちゃんに吠えてしまうとき、ワンちゃんもいると思うんですけど、そういうときにとっさのときにこうするのが、普通のリードをこうするよりは、とっさにここで持つことができるので安心です。